これは御寮と医療の例えというのはよく倒幕用の引用で私させてもらうので、随所に載ってるから見てると思うんだけど、その原理から言ってお父様お母様たちは聞いてるんですよ。そしてあなたが御寮、あなたがちょうど今医療の立場で、御寮が親で父親の御寮が無間地獄に落ちている。でもそのなんとか自分が言った遺言を変えて、遺言を破ってくれってずっと思っていたっつうんだよね。その、法華経を絶対書いちゃいかん。仏教を絶対書くなっていう、あの遺言を、なんてことを俺は言って死んでしまったんだと。まあ、あの原理から言うと、お父様お母様は別に仏教にね、造詣が深かったわけじゃないんだろうけども、いずれにせよ、唯一法華経でしか自分は救われないのに、最後の末裔である息子、まあ、次家の息子が、その話を今聞いて、直前まで来てるのに、なぜやってくれないのかっていう、この苦しみ。これはもう猛烈なものがありますよ。で、例えば、ご本仏がこの世にはっきり、倒幕用の大切さを説かれてるのに、やらない理由っていうのは何ですかね。やれない理由。まあ私としては、日蓮召集は、まあ弘法団体だから、近寄るなというふうに教えられてるんですよね。誰から？これは検証会の幹部、まあ浅井先生ですね。まあですよね。だ浅井から。先生自体、もっと今、循環論法になっちゃってるんですけど、浅井先生は、今の大聖人の言葉に背いてますよね。平成16まあ、年。倒幕教と、倒幕用のことはなんかちょっと矛盾してるところがありますね。矛盾どころか、完全にもっとはっきり言いましょうよ。ねえ、大聖人様の仰せに背いてますよね。拝逆してまある。背くつもりはないんでしょうけど、まあ、ここはちょっと僕ははっきりとはちょっと言えないですね。いやいや、これは中学生ぐらいの子だってわかる論理でしょう。ねえ、ご本仏、いや、これ聞いてる人みんなね、笑いが出ます。失笑が出ますけど、大聖人様、倒幕用を死の成仏として大事ですよ、私もそうしてますよって言ってるのを浅井松永は、浅井先生は、真っ向から否定してるんですよ。まあ、戒名だけでよろしいと。え、戒名もいらないって言ってますよ。いや、戒名もいらないって言ってますよ。言ってますよ。同じ、この時の同じ確か新聞ですよ。戒名も、くだらんって言ってんだ、簡単に。や、くだらんもんだと。自分の父親には戒名をつけてもらってるくせにね。で、もう一回戻しますね。これは逃げちゃダメですね。ここの大事なポイントですから。大聖人様が仰せのことについて、一点でももしそこに位牌があれば、その人は方々でしょ？方々者でしょ？は大聖人の言葉に背くものは弘法者ですよ。そうすると、倒幕用を真っ向から否定してるってことは、浅井松永先生は大方々ですよね。いや、私は今の時点では方法とは呼んでません。いや、あなたは呼んでなくても、仏法と申すは道理なりだから、あなたが呼ばなくても、現実には方々者ですよね。背いてんだもん。どのくらい方法があるか、私は浅井先生ではないから存じませんが、まあ、少なからずとも臨機応変な対応をしたんじゃないかなとは思います。反論されて以来ですね。仏法というのはそうやって臨機応変にいろいろ変えていいものですかね。変えざるを得ないときは変えようとするが、しますが、金儲け主義とかそういった宗門が成り立たないという理由で仏法をねじ曲げるのは間違いだと思います。過去の事例ですけど、ちょっと詳しくちょっとそこを述べることがちょっと記憶に飛んでるんで、申し上げられないんですが。まあいいです。でも倒幕用、この時大聖人様もご神徒方からご寄与いただいてされてるんですよ。それは御門の端々にいっぱい載ってますね。
ご本尊を加付する時も相当なご供養をいただいてます、大乗尼様も。それは金儲けなんですか、ご本仏は金儲けで本尊を書いたということなんですかね。ああ、それは日蓮召集再度ですかね。いや、サイドじゃなくて御所にあるんです。大乗尼様がこの度ご本尊を加付するにあたってご供養の品々誠にありがたいというお言葉が随所に残ってます。大聖人様から自ら求めて、ご供養を求めたわけではないからですね。それは方法ではないですね。だけど、当時のもう、まあ、それはもうお釈迦様時代からですよ。仏法僧を供養するっていうことは、もう決まり事としてあってるんですね。求めちゃいませんよ、誰も。ご僧侶がね、供養よこせ。釈尊が供養よこせよこせって言いまくってはいないと思うけど、供養することが、三宝を、仏法僧の三宝を供養することが、どれほど尊いのかってことは、随所に説かれてますよね、経典にもね。御所にそれも、は過去の経典ですね。はい。御所にもあります。どれほど、在家の御身というのは、僧を供養することが大事。そして、他に向かって、折伏をすることが大事って。僧を供養することが大事っておっしゃってるんですよ。そういう流そう、れのそう、中戦争で、であればですね。戦争であるかないかは誰が判定するんです？それは誰が判定するんでしょうね。ですよね。浅井町って言ったらいいけど、検証会では今の日蓮召集の、まあ、高齢の行った人のことを言ってるんでしょうね。もう年の行った人、そういった人たちは戦争とは呼ばない、時期法書きなんだとは言ってるみたいですけどね。でも浅井さんはこの倒幕用そのものを、つまりできなくなっている、しない、させない、それだけじゃない、いろんなその御所のいろんな、文言からすると、違背していることがもう多々ある方がだよ。なんでその仏法の基準となるんですかね、判断の。それは結局、浅井先生としては日蓮聖人の慈悲書を引かれて、方々への供養をやってはならないというふうに主張したわけじゃないんじゃないですかね。まあ、日蓮聖人という言葉は用いなかったですけどね。方々かどうかっていうのは、なんで浅井さんが決められる立場、権限があるんですかね。それはやっぱ破門された時の勢いというかですね、そういったものから来てるんでしょうけどね。破門されると、方々って認定してもいい資格が備わっちゃうんだ。面白い。まあ、自分、面白いシステムですね、検証会って。まあ、じゃあ、破門されない前は、破門されない前は方々じゃないんだね、召集はね。ところが、自分が破門されると、突如として宗門は方々となると。これって、どっかの会社からクビになった社員が、クビになるまではいい会社だ、いい社長だって言ってたのが、クビになった途端に、あのクソ社長って言ってるのとなんか似てますね。そう、その頃から浅井先生は細井せ館長のことを細井に達して呼ぶようになったですもんね。そういうのっていうのは何、私怨っていうか、自分の、恨みつらみがそのまんま出てるだけの話じゃないの。まあ、あえて憎みたん謀殺とは浅井先生は言っていますけど、ですが、それは誤問を引用して言ってるだけだからですね。本心わかりませんよ、それは。じゃあまた戻しますね。じゃあ倒幕用は、金儲けで宗門がやってるから、それをやらないと。でも、じゃあごめんごめん。16年までは、浅井さんも金取って倒幕をさせてんですよ。どこが違うんです？それは、まあ、日蓮召集の細井館長が当時の、池田大作の意に従わずに、まあ、国立会談を建立するという約束のもと、宗務を成り立っているものと、まあ、理解し、供養してもいいものだと、
まあ、判断されたわけで、そこで、まあ、供養されたということでしょうね。はい。違うんです。平成16年というと、もう検証会が、妙心高が破門されてはるかあ、後、平成16年か。はい。はい、つまり検証会自身が、浅井照英さん自身が、大宮本部自身が供養をさせて、討幕供養してるんです。討幕供養の形をとってるんです。村松帝道とかいう脱落僧にね、やらせてるんですよ。ああ、それは初耳ですね。いや、少し勉強しましょう。ね、平成16年までは、討幕供養を検証会本部、浅井先生が主体でやらせてるんです、会員に。金取っ平成て。16万、16年前ですね。はい。16年までね。突如、平成16年にいらないって言い出したんです。ああ、なるほど。そういうことは、今森さんの言ってる、金を取って討幕供養させるのは、そのままもし金儲けだとすれば、検証会はまさにそれまで金儲けでやらせてたってことになりますよね。そうすると、それは方々ですね、じゃあ。うん、まあそう判断した以上は方々でしょうね。私が判断したわけじゃないから。16年まで方々やってたってこと？そうなりますね。なりますよね。その方々やってる人私が、としてはそう。方々やってる人が、なんか仏法のことを、宗門のことを方々だの何だのっていう資格がありますかね？まあ、普遍っていうのは、憲法じゃなくて、信教の自由とかそういったものを利用してものを言ってるんでしょうけどね。いや、そ宗れ教は、だったらいいんですけそれど。は国法で仏法を測っちゃダメでしょ。やっぱり仏法の鏡に照らして、いや、大聖さん、浅井さんだって別に、憲法20条、信教の自由をもって宗門を批判してるとか、そういう文言は聞いたことないですよ。ないですね。言論の自由あくまでも、仏法の、自分の考えるところの仏法の正しさにおいて宗門は間違ってるって言ってるだけで。そんな別に信教の自由だ、言論の自由で言ってるっていう、そんなレベルの話じゃないですよね。それはまあ、今森さんが、まあ、そういうレベルの話じゃないでしょうけどね。森さんが今論に困っちゃって、ね、出たとこ勝負で言っただけのことで。だけど、結局、今やらないのが方々でないんであれば、やってた時代は方々だったってことになるし。そうでしょうね。討幕よね。どのみち方々なんですよ。方々者なんですよ、浅井さんは。その浅井さんが方々だって言ってるものを、その価値基準を浅井さんに求める根拠っていうのは崩壊しちゃうじゃないですか。本人が方々なんだから。その方まあ々の一ものがい応、くら人のところ方々って言ったって評価したって、それは何も根拠はないでしょ。家に気根が弱いと言ってるんですよ。そのね、気根が弱いっていうのは本当に仏教の言葉ではないんですよね。どういう、だって前回は功徳があることをも、ある、ないことを持って気根が弱いって言ってんじゃないですか。あなたの造語ですよね。造語といえば造語ですけど、日中上人には気根が弱るというふうには書いてますね。気日中根小説の方も書く。が弱る。どういう時に？この時代ですね。気根今がの時代。弱る。はい。ああ、まあ、仏法を受け入れるっていう気根が劣っていくってことでしょ？まあそういう意味でですね。功徳がないとかっていうのとどう結びつくのよ？それは理論的には解釈はできないですけど、まあ、立場の高い人ほど、そういったものがあらわになってくるものじゃないですかね。ん？ってことは、浅井照英が気根が劣ってるってこと？劣ってきたってこと？まあ、年もいってるですからね。そんな人の言うこと根拠できないじゃん、余計。なんかあなた言ってることがさ、やってることと言ってることがまさに支離滅裂、ザーサ七分ですね。つまり、私はそれを感じないですけどね。そりゃそうだよ。ザーサ七分の人は自分のとこザーサ七分とは思いませんからね。絶対に。それをもっと強く出し切る、気根の強い人がいれば、もっと問題というのを解決したんじゃないですか。気根が強い悪いっていう問題じゃなく、大乗人の言葉を信じてるか信じてないかで、これも、この間はあんまりつかなかったけど、さっきの、
上主いげ並びに末帝と人未来際に至るまで、余が存日がごとく日光着々不法をもって相関図と仰ぐべきなりって、こんな明白なことに浅井さんは完全に違背してるんですけど、大方々ですよね。まあ、私は浅井先生のことは方々とは思ってませんね。まあ、あなたが思わなくても、道理が、文章と道理が指し示すところ、簡単に現代語で訳すれば、日蓮をみんなが尊信したように、未来永劫に、末法人未来際ね、未来永劫に、日光上人から着々不法だから、唯一一人のお立場になられた、ケチ脈僧正を受けられた方を、未来永劫に日蓮がごとく、日蓮を尊信するがごとく、尊信していきなさいよと、相関図として仰いでいきなさいよって、これはご命令だよね。ご命令のお言葉。これに、明らかに浅井さんは、違背してるわけだ。そんな大聖人滅後700年かそこらのところで、このお言葉が反故になるってことは、仏様の三世を見通すお力からしてありえないわけですから、人未来際に至るまでっておっしゃってるんだから、浅井さんが逆立ちして何を言おうが、日達、細い日達と言おうが、何言おうが、大聖人様は人未来際まで日光着々不法を日蓮のごとく仰いでいきなさいって言ってんだから、これだけ明々白々に大方々行為を犯してるわけですよ。私としては、時の関西といえども仏法に相違すれば公儀を用いるべからずことないし、関図これを砕くべきこと、これは、ま、詳しい文言はちょっと差し控えますが、これは安倍日賢、細井日達、この二人の僧侶に対する言葉だろうと思って、まして、そういう権威を持った立場の者が、いきなりこびへつらい、池田の意のままに操られたということは許し難い大方々であると、浅井先生はそうおっしゃって、宗門に近づく者は方々であると言ってます。その浅井さんが大聖人が定めた倒幕要をやったりやらなかったり、方々を犯してるわけだ。倒幕要というのは、宗門でやってることであるか、まあ、平成16年までやってたっていうことになってくると、まあ、そこへんっていうのはどういうふうに、浅井先生がたばかったか知らないですけど、私は少なくてもやってないから、そういうことはやってないんで、詳しい理論は述べるにはちょっと値しないと思います。はい。じゃあまあ、この辺で寸止めにしときましょうかね。皆さん方でこのやりとり聞いてて、なんか言ってあげたいなと思うことがある人いたら、ぜひまたお願いしたいと思うんです。